それではお時間となりましたので、セッションの方をお願いさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。いいですか。はい、じゃあよろしくお願いします。すみません、なんかご飯食べてるみたいです。はい、お願いします。で、タイトルとして、福岡の多分真面目なウェブさんの社内事情について、あるいは社内コミュニケーションのあり方についてということでタイトルしました。平田と申します。ヒュージックという会社で働いてて、福岡 PM というところに所属しております。で、やっぱり楽しんでますかっていうところで、楽しんでます。あ、すみません、ご飯食べて手挙げるとかしなくていいです。どうぞご飯食べてください。ちなみに、まあ、私楽しんでますということで、まあ、ラリーとも写真は撮れましたし、まあ、こういうものもゲットできましたし、前夜祭ではまあ、うずらさんに質問したら茶番じゃねえかって言われたりですね、あと、なんか質問したら本を買うことになったのが、まあ、昨日のトピックですね。で、今日の話なんです、まあ、うちの会社についてちょっと話しますというところ、まあ、社内システムどうなってんのって話で、消えた社内システムとか、まあ、残る社内システムってどういう話っていう、どういうものっていう話と、まあ、あとコミュニケーションツールの話だったりで、その他だったなというところで、まあ、こんな感じで話していきます。で、その前にお詫びとお知らせというところで、これ躍進の直前にとある記事出たんですけど、まあ、隣のセッションが、まあ、こんな感じの結構インパクトでかいやつしてたんですね。で、まあ、これに、まあ、感化されたうちの社員が、なんか被んないのとかですね、まあ、こういう T シャツ作りませんかとかそういう話出たんですけど、残念ながら、まあ、見ての通り、まあ、着ませんし、被りませんので、ここだけはご容赦いただければと思います。ちなみに被らないんですが、一応物は持ってます。以上です。で、で、弊社のご紹介ということで、ヒュージックという会社です。で、福岡の、ウェブ系のシステム屋さんでございます。で、受託と、まあ、サービスの開発と両方行っております。で、最近、4月春に、事務所を移転しましたというところなんですけど、まずちょっとこの辺で、まあ、福岡じゃない方が多分ほとんどだ、手挙げなくても、ほとんどだと思うんですけれども、福岡って聞くとやっぱりどうしてもこういうなんか修羅の国的な印象があるんですけど、こういう感じではない。まあこれはまあ大丈夫だと思います。と言いたいんですけど、この福岡の、会社が事務所を移転というとですね、もしかしてこういうところに引っ越したんじゃないかとかですね、言われることがちょっとあるんですけど、そういうことはなくて、一応こんな感じのですね、まあなんかすっきりした感じでやってますし、一応こういうことでやってます。あ、これ本当ですかね、別に。ちゃんとしたやつです。ちゃんとホームページにも載ってるやつです。で、まあ、自社サービスで、まあ、売れるネット広告を作るという、まあ、ランニングページを、制作するサービスと、360度評価支援システムというですね、360度評価を、まあ、社内ですやりたいとかいうときに、まあ、支援する、まあ、ASP のサービスやってますというところです。で、AWS もよく使いまして、まあ、Amazon Web サービスの、アドバンスドコンサルティングパートナーになっているというところですね。で、うちの言語比率です。こんな感じです。で、まあ、見ての通りというか、実際のところ、PHP とか Ruby を大体やってますと、あと他って書いてますけど、大体 Objective-C とかその辺やってますと、ちなみにですね、パーラーのここに書いてるんですけど、すみません、3% って、まあ、多分実質2人とかそんなもんです。エンジニア全部で大体20人ぐらいいるのかな。はい。で、社内システムいろいろ動いてます。こんな感じでずらららっと動いてます。で、まあ、どんなものあるのって話をちょっとざっくりと。まあ、作業報告書というシステムがあります。これ何かというと、仕事にかかった時間ってやつをまあ記録しまして、まあ、コース管理していくよってやつですね。でも、ごめんなさい。で、で、社内 CRM 見積もりの管理のシステムっていうのもあります。何するかというと、見積もりを登録して出力システムってやつですね。で、さらに、まあ、反省会をするためのシステムですね。案件の振り返りってやつを、まあ、どんどん登録していくよっていうシステムです。ちょっとごめんなさい。なんか私多分これスライド間違えてる気がするので、ちょっと待ってくださいね。よくはしょっこいい。ですね。はい。で、この辺を結構もう自分たちで内製してます。実際のところ、まあ、業務に合わせてどんどん作っていくって感じですね。まあ、この3つで言うと、まあ、こういう流れが出来上がるから、こっちか。失礼。で、社内システムで業務を回すってことを結構やってます。実際のところその見積もりシステムで見積もり登録して、それで工数管理していって、で最終的に案件終わったら反省会と。でこれが、できる一つのメリットとして、見積もりで登録したんで金額とかがまあできますよと。で工数管理しておくことで、まあ、かかった時間とかが分かりますと。でさらにそれを最終的に反省会するときに、まあ、これらのデータ引っ張ってきて、ああこんだけかかったねみたいな振り返りを、まあ、自分たちで全部作っているというところです。ちょっと他のところでというところで言うと、SSL 証明書の期限切れチェッカーってやつがあって、まあ、これスラックに投げてあげるやつですね。
で、まあ、期限切れるよと、大体これ1ヶ月前ぐらいに、まあ、スラックにポイポイとアラート投げると。で、さらに、まあ、15日前になるとちょっと怒った感じになるという感じのやつを作ってます。はい、で、一応これ、別途リストをウィキに書いてもらって、まあ、それ取得して SSL 証明書の期限チェックを行うというのを、まあ、ネット SSL エクスパイアデートって、ちょっと前のやつが、モジュールあるんですけど、まあ、そういうのを使ってやってました。あ、ちなみに、パールの話ここで終わりです。すいません。これしかないです。で、あと、貯めるってやつがあります。何かというと、これ社内で情報をまあどんどん貯めていこうってやつ、まあ、貯めるから貯めるっていう名前なんですけれども、まあ、要は社内でまあ聞いた、動くようなまあ聞いたみたいなもんだと認識してください。よいしょ。で、他にちょっと番外編としてちょっと挙げておきます。去年ちょっと躍進の前夜祭で話したクイズのシステムですね、知ってる人は知ってるということで、まあ、とかですね、さらに忘年会の余興で、まあ、使ったクイズのシステムなんていうのを別の人が開発したりしてますというところで、まあ、なんかいろいろとりあえず作る会社です。あ、これなんか昼とかで見ますよ、日中に。で、ただですね、去年の忘年会なんですけど、ちょっと頑張りすぎた結果ですね、去年の忘年会システム開発禁止令なものが発布されたというんですね。はい。理由がハードル上がりすぎって言って一斉に私見たんですけど、私は悪くないと思ってます。オーダー通りに作ったと思ってます。で、今年どんなか分かりませんというところです。まあ、おおむね社内システムっていうのはこういうものを作ったり動かしたりしてます。で、なんで作るのかっていう話があると思うんですけど、自前で別になんか外にいっぱいあるじゃんっていうところなんですけれども、これ教材としてうってつけであるって書いたんですけど、実際にうちどういう、作り方というか、まあ、進めていくかっていうとですね、よくあるのが、まあ、新卒だったり中途だったり、中途でもそのフレームワークとかその PHP 書いてなかった人とかに対していわゆる OJT 的なことをやりましょうとした時に、まあ、社内での困りネタとかをまあ集めていって、まあ、じゃあ、仮想のお客さんを誰かちょっとマネージャー足り立ててやって、で、それに対して作っていくというところですね。まあ、これによって、まあ、いわゆる受託のシステム開発の練習になりますよねというところが、まあ、一つ教材として打ってつけている話です。で、もう一つ、案件投入する前の実験環境として使えるというところに書いたんですけど、それこそ昨日の話でなんか ES の ES6 とか話聞いて、よし使おうって言っていきなり実践投入するのは結構危険なわけで、まあ、そういう時に自分でもともと持っているシステムにさらに投入していくというのがめっちゃもやっぱり触りやすいじゃないですか、みたいな。で、そういうところで、まあ、実験環境としては皆さん使っていけるんじゃないかなということで、まあ、こういう環境を用意していると。で、かゆいところに手が届くじゃなくて、かゆいところにしか手が届かないようなシステムっていうのを結構こういうふうに自前で作っています。一般的に、まあ、グループウェアだったり何だったりって結構あるんですけれども、そうするとちょっと多機能すぎるとかっていうのがあったりして、要件に合わない。あるいは、まあ、先ほどのそのデータをどんどん連携していこうとかいうときに、まあ、そんなデータの吐き出しないよっていうところがあったりするんですけど、まあ、一方で自前で作ってるから、じゃあちょっとそれ作ってよって言って、って言いながら、まあ、作ってくれるという方が言っているというところですね。で、あと、日々変わる社内事情に追従できるって、まあ、これもかゆいところにっていう話すると近いんですけども、まあ、うちが、会社経って10年ちょいぐらいですかね。で、まあ、まだまだ30人とかそういう会社なんで、まあ、いわゆる業務のやり方とかスタイルって結構ちょい変わっていくんですね。やっぱこうやった方がいいんじゃないか、こうやった方がいいんじゃないかっていう。で、そういう変化のところで、まあ、ある程度そういう、まあ、要はシステムを少し作り変えれば対応できるようにですね、対応できるというところで、まあ、これがなかなか製品だと難しいところというところですね。で、まあ、あとはアダコだと社内で楽しめる。ああいう機能を作ってよと、こういう機能を作ってよみたいな感じで、まあ、って言いながらもこれも作っていけるというところですね。というところです。で、増えすぎた家の問題点が一応出てきまして、まあ、社員が増えた時の会話なんですけど、まあ、当たり前なんですけど、まあ、アカウント作成祭りがどんどん発生するんですね。社内システムが10とかあるとですね、各担当がアカウント作りましたみたいなことになるというところなんですけど、これについてはちょっと改善の方法で動いてます。ある社員が簡易 SSO シングルサインオンの仕組みをちょっと構築してですね、JSON でやり取りしたらログイン状態にできますよみたいな、ログイン状態の管理だけやりますよみたいな仕組みを作ったんで、まあ、こういうのでちょっと改善していこうかなという話をしています。で、これに関してはちょっと、まあ、今のところ1アカウントでどこでもログインできるようにしようかなっていう話をしているのと、まあ、最終的になんか LDAP とか Shibboleth とか使ってですね、まあ、ちゃんとした SSO の仕組み構築していくかなっていう話をしているというところです。はい。で、もう一つ消えていた社内サービスというのがいくつかあります。まあ、一つ、あったのが、まあ、2007年ぐらいからですかね、動いてたのが、ハミングバードというスケジュール管理の仕組みがあったんですけれども、まあ、できることってスケジュール登録だったり施設予約、まあ、施設予約というのは会議室とかですね、予約したり、まあ、伝言メモ、なんか電話、来たけど不在だったんでということでメール飛ばしたりとかっていうのができるっていう機能だったんですけど、まあ、これ、消えた理由としては、まあ、やっぱり欲しい機能っていうのがだんだんスケジュール管理やりたいことがどんどん増えてきたと、もうちょっとファイルのなんか共有とかもいろいろしたいよとかなんか
出てきたという時にですね、まあやっぱスケジュール管理のアプリっていうのが巷に結構溢れているのもありまして、まあ、費用対効果の面で乗り換えた方が早いのかなという判断が出てました。まあ、この辺の判断は結構まあその時で柔軟に、まあやっぱ使い続けようとかもうやめようかとかという話は結構出てきます。あと、もう一つちょっとこれ特殊なんですけど、あの弁当注文システムっていうのが昔ありまして、オフィスの近くにあるとある弁あの大名弁当という弁当屋さんがありまして、あのそこの注文を、このシステムで取りまとめて、電話で注文するために役立てるサービスと、11時半ぐらいまでに登録すると、私宛にメールが来て私が電話で予約をするというですね。まあ完全に私が SPOF だという話も出てたんですけれども。でこれ、まあ、いろんな機能がまあありまして、注文できるだけじゃなくて、それまでの注文履歴を参照できるとかで、ただこれちょっとへこむのが、ずっと1年ぐらい使ってると、その弁当屋さんに10万円ぐらい使ってんだなっていうのが分かって、それはそれでちょっと悲しいねとかですね、あったり、あとメニューを画像で確認できるって機能が当時ありました。普通にまあこの写真あたりもあの頼んだやつが普通に撮るとかなんですけど、もう一つはあのメニュー表、多分あの紙で配ってるメニュー表とかあると思うんですけど、あれはなぜかあのシルバーライトっていうあのマイクロソフトが出してるフラッシュみたいなやつですね。あんなん組み込んでやってたりと、まあ自社サービスだからできるこんなお遊びだっていう話ですね。で、これ消えた理由なんですけど、まあ注文先が増えてきましたと。まあ、あの結構みんなあの飽きるんですね、やっぱ。まあ、人間というのは残酷で結構飽きるもんでですね、あのまあなんかホットなんとかという形でいろいろまあ弁当屋さん増えてきたらちょっとそういうのに行けないとかなったと。であとあのまあ完成工何年もやってると、まあみんな年を取ってくると、まあ作った当時結構社員のメンバーってこう20代がメインだったのがだんだん30代になっていくと、まああのカロリーとカレーとの需給の不一致ですね、これは非常に重要なことでですね、あの結構カロリー高めの弁当を揃えてる弁当屋さんだったんでですね、あのこれちょっともう注文がだんだん先細りになっていたというところです。で、さらにとどめとして、まあ、事務所が引っ越した時も弁当屋自体が離れるねということで、もうこのシステム使わねえじゃっていう話になったんですけど、実はその前直前にですね、お店の方が体力の限界で閉店してしまうということがありまして、これにて完全にお蔵入りをしたというところです。なんですが、実は引っ越し先にまた天神弁当って似たような店がありまして、これもしかしたらもう一回再燃するかもしれないというところです。まあこれ誰が作るんだという話ですけど、というところですね。で、違い何かなっていう話をちょっと振り返ってたんですけど、まあ先ほどその見積もりとかその構想管理とかっていうところ、結構無理やりでもその業務に乗せるっていう結構重要なんですね。で、業務に乗せるイコールまあ使わざるを得ない、まあ、いわゆるその自社サービスとか作っていく上でいわゆるドッグフーディング大事だよねっていうのがあるんですけど、やっぱ使うっていうことはまあそれだけいわゆる改善点とか見えてくるんで、まあどんどんシステムとしては洗練されていったりするというところが一つで、頻繁な改善ですね。やっぱりまあ作っていきなり終わりってなかなかないもんで、まあ、かゆいところにしか手が届かないとか言いながらも、なかなかいろいろちょこちょこ変えなきゃいけないところがあったりするので、まあ、その辺を対応していくと。で、あとまあ開発者がモチベーションを維持するというのも結構大事で、まあ、先ほどのその実験投入でも何でもそうですけれども、いわゆるこのシステム自分が作って、社内で動かしているシステムに対してある程度愛着を持って、まあ、その後をメンテし続けるというのは結構大事なのかなと、まあ、これは多分公開のサービスとかでも言える話かなと思います。で、やっぱりまあこれも同じなんですけど、いわゆる技術的負債とどう対峙するかっていう話があって、例えば2008年とか2009年ぐらいにその自社のシステムとして作ったものって、例えばフレームワークとかもだんだん新しくなってたりとか、まあ、場合によっては言語のバージョンが上がっていったりとかっていうところでどう対峙するか、まあ、この辺はもう開発者に任せているというところですが、まあ、なるべく変えていきましょうとみんな努力しているところです。で、次、あと8分か、コミュニケーションツールの変遷というところです。でコミュニケーションツール、まあ、要はチャットなんですけれども、結構いろんな機がありましたということで、まずは、私が入った時点で IRC が動いてました。で、まあ、IRC でずっとやり取りしてたんですけど、まあ、そのうちにちょっとスカイプの方が、まあ、結局やりやすいよねという話、スカイプでちょっと併用したりとかで、一時期は、まあスカイプの方がちょっと強くなったり、まあ、この辺からあの IRC とスカイプと井戸端などなんかちょっと他をちょっと模索しだして、そうなった時にまあスラック出てきて、スカイプとスラック併用して、最終的にまあスラックに方を一本化したのかな、今こういう状況で、多分こういう会社多いんじゃないかなと思います。で、ポイントって多分こういうところなんですよね。普段使いにおけるまあ利便性っていうところで、まあ、IRC が多分その辺でちょっと敷居がどうしても、もっと言うならその非エンジニアに対していわゆる事務バックオフィスの人とかそういうところに対して、まあ、利便性がちょっと低かったのかなと。それに対してまあスラックだったらいけるねというところで、もう一つ何かしらフックさせる際の敷居の低さ、まあボットとかすぐ作れますよねという話です。で、社内におけるメンテナンスコストの低さ、まあ、これも IRC だったりその辺と絡みますけれどもといった点がありまして、まあ、現在スラックがメインで使っております。おっと、すみません。で、さらにちょっと、実際としてまあ連動が多いですと、Git とか Redmine とか、まあ、うちでいうと Backlog だったり、あと GitLab も立ててるんで、
まあ、その辺ですね。Git って書いちゃった GitHub ですね。で、あと、まあ、ボットを容易に変えるということで、まあ、これなんか、とりあえずなんかボットいろいろ突っ込んで、なんかいろいろ通知させればいいんじゃねっていう使い方ができるというところなんですけれども、だんだんずっとボットがですね、多様化してきてですね、疲れたら励ましてくれるボットというか、これ、眠いって言ったら、こうやってなんか、可愛い人の画像をこう引っ張ってくるとかですね、いうのをいつの間にかうちの若者が作ってて、今日大丈夫かなってちょっと思ったりはしました。ちょっと本気で心配したというところがあります。で、あと事務所の温度を伝えるボットっていうのがありまして、こう何かと言いますと、これはなんだっけ、RD のなんですけど、なんか、と同じような感じで、ビーグルボンブラックっていう、ボードを私物で持ってる人がいまして、まあ、これを事務所に持ってきまして、まあ、これは要はこの中でちっちゃい PC ですね。で、これにさらに温度センサーつけまして、事務所の温度を測ってくれると大体。で、そうすると、何ができるかというと、まあ、こんな感じでなんか暑いとかですね、通知してくれると。で、暑いのを見て、やっぱ暑いんだね、クーラーつけようとかですね、いう感じのを作っていると。もともとうちの事務所がかなりその温度管理っていうのが下手でですね、なんとなく寒いからって言って、なんかクーラー誰か買って、エアコンとか勝手につけたら今度は暑いとか言い出す人がいたりとかいたんですけど、この辺でまあ、多少は改善されたのかなというところです。で、最後なんですけどね、社員のボットっていうのがありまして、まあ、というか、これ、ある日、私、打ち合わせから帰ってきたって、打ち合わせ終わって、外部に打ち合わせ行って、帰りに、まあ、移動しながら、スラック見てたんですね、iPhone で。なんかこんなやり取りされててですね、平田で私なんですけれども、勝手にアイコンもなんかロボットっぽくされてですね、勝手に作られてたと。まあ、もうここまで行くとですね、何しとんっていう話なんですけれども、まあ、こういう使い方もありますよと。で、ちなみにですね、この辺の詳しい話を、しようと思ったんですが、実はですね、ちょっと失礼。出たてほかほかのニュースなんですけれども、これ今日のライトニングトークの、LT なんですけれども、まあ、この辺にですね、ボットになる技術っていうのが通ってしまいました。一応この辺の掘り下げた話は、今日の LT でやる予定ですのでよろしくお願いいたしますというところです。ということで、今のところスラックにいろんなボットが、まあ、生息してるよと、まあ、この辺も結構いろんな会社で多分いろんなボット作ってると思いますけれども、まあ、その辺共有できたらいいかなというところです。ということで、まとめとして、まあ、お詫びと知らせはとにかくして、まあ、うちの会社の話であったり、まあ、社内システムの状況、あと、まあ、消えた社内システムとか残るシステムとか、あと、まあ、コミュニケーションツールも、まあ、主にはスラックとかですね、っていう話をさせていただきました。で、ちょっと最後に CM ということで、まあ、一応、新卒中途でエンジニア絶賛募集中というところなんですけれども、うちなんか20の心情っていうのを出してまして、まあ、今日のトークに関して言うと、だいたいこの辺のなんか尖るとかですね、基本的に際いところしか話してないんですけど、まあ、こういう、なんか面白おかしいことをやるっていう会社の社風には共感できた人っていうのは、僕と握手していただければいいかなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。まだ時間が多少残っているので、はい、まだお時間が多少残っているので、質疑受付とか、どうしますか、できるならしましょうか。はい。質問がある方は、ぜひ、はい、こちらにマイクを持ってきます。面白い話がありました。社内ツールを、はい、無理やりにでも業務に連れていく話があったんですが、はい、それって他の社員とか反発だったりとかしないんですか？社員ツールを無理やり使うことに対する反発ですか？あんまりないというか、まあ、例えばその工数を管理してっていう時にって言った自分がいたりはするんで実際のところもあったりはするんですけど、まあ、それが例えばよっぽどに間違ってることであればともかく、やっぱりその見積もりだったりにしても工数にしてもやっぱそれは管理した方がいいよねっていう方向、いわゆる正しい方向であれば基本的に反発は出ないし、まあ、結構みんな使ってくれる、そこはなんか面白おかしく使ってくれてるっていうのが現状です。ありがとうございます。 あと1人2人ぐらいですね。メンテナンスの問題がかかっているんですけど、はい、作った人がいなくなったとか、はい、そういうのに対して何か今までこういうことがあったとか対策とか、
そうですね、弁当注文システムなんかはまさにその結局退職、あ、ごめんなさい、何でしたっけ、退職者とか出た場合、まあ、いわゆるメンテナーがいなくなった場合の話ですよね。で、その弁当注文システムがまさにその退職したっていう状況がありまして、まあ、その後メンテナーどうしてたっていう話なんですけど、まあ、物自体があれで言うとあの痒いところにしか本当に手が届かない単一のものだったんで、まあ、あれに関してはもう別にメンテナンスをする必要もない、ただ私が電話をかければいいと、そういう状況だったので、まあ、大丈夫かなと。で、今後とか、まあ、もうちょっと根幹に関わるやつとかっていうのはもうちょっと、まあ、何かしらそこは多分引き継ぎをすることになるだろうと、そういう意味ではまあ普通の業務の引き継ぎと変わらないことをやるのかなと思います。と、もう一つでその実際にちょっとお蔵入りになったので、一つそのやっぱりその、メンテナーいなくなっちゃったっていうところであまり使われなくなったっていうのがあったんですけど、その辺はちょっと今年リニューアルをするという形で、もうこれはもう完全に作り直す、データ移行して作り直すみたいな話が出たりしてます。それからそういった感じでまあサイクルをどんどん回していこうとはしています。すみませんが、これで、お時間となりましたので終わりにしたいと思います。ありがとうございました。